どうも。アーセナルの試合見てて、チェンバレンって遠くから見てもケツがプリッとしてるから分かりやすいよね。で、おなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。先日ね、アーセナルの3バック特集の時話忘れたんですけど、3バックで右のウィングバックにね、チェンバレンを置きますと、そのエジェルとの関係、まあ中に入ってきたりとかで違う形の3バックになるんじゃないかみたいな、ワクワクするみたいな話してたんですけど、そうするとですね、ベジェインを使いにくいんですね。まあ後半から入ってきてはいたんですけど、なんでガブリエルのところ、右のセンターバック、僕ですね、右サイドバックに使われたベジェリンって、長い距離のクロス入れる時の精度の悪さがすごい気になってるんですよね。ただ、オーバーラップのね、ダイナミックさだったり、そのスピード生かしたカバーリング範囲の広さ、逆サイドまでカバーしたりしますから、そういったところで、3センターバックの右とかに使って、まあ、ラインコントロールとかそういった面はわかりませんけれども、出ていく守備だったり、逆サイドへの守備だったりとか、そういったね、守備での機動力生かしながらね、ショートパスとか結構できるんで、そういったね、右センターバックベジェリンも、3バックならありなんじゃないかなっていう風に、そんな風に思ったりとかしています。そんな感じで、ちょっとね、アーセナルの3バック特集、昨日特集したんでね、アーセナルファン以外の方も興味ある内容になってると思いますんで、ぜひとも、そちらの動画もよろしくお願いします。まあ、そんな感じで今日はですね、レスター対アトリチコ戦、セカンドレグですね、この分析をしたいと思います。セカンドレグ1対1で、引き分けに終わりまして、合計スコア2対1でアトリチコが、次のラウンドに進出しました。両チームのスタメンこんな感じです。両チーム、前からのプレスと、あとコースを限定する守備、これすごくちゃんとやっていまして、まあ、後ろでボール回しすぎてね、ショートパスのね、コース限定されて、そこからカウンターでね、ピンチ招くっていうのは両チーム嫌なんで、結構ね、高いボールとか入れたりとかして、それでヘディングの競り合いみたいな、前半はそういった局面、すごく多かったと思います。でですね、両チームの攻撃パターンの説明をしましょう。まず、レスターシティからですね。はい、レスターなんですが、セットプレー以外の攻撃パターン、大きく分けて、2つあると思います。一つはですね、バーディー、バーディーのですね、まあ、裏抜けですね。ただこれは、ファーストレグと同じようにですね、きちんと対応されていました。バーディーが裏に抜けようとしてもセンターバックね、まあ、これは押し込んだ状態の陣形になっていますけれども、サビッチ・ゴディンがちゃんと見てるんで、こう裏に抜けるときにね、まあ、中のスペース、そこはですね、もうカウンターをね、警戒してあまり飛び出せない、まあ、飛び出せないようにラインを低く設定されたり、どっちかが見てるって感じでですね、でチャンスになりそうなバーディー飛び出してボールも出ていったところに、このね、この深いスペースで、このボールを受けてもですね、中に入ってくる選手が岡崎なので、高いボールは入れれないですね。高いボールだと負けてしまいますので、低いボールになって、まあ、1回チャンスはありましたけれども、基本的にこんな感じで、バーディーに対する対応っていうのはアトリチコきちんとしてきました。じゃあそれ以外のパターン何なのかっていうところで、クロスなんですけど、クロスはですね、この試合そんなに上げれないんですね。サイドの守備、このサウル、コケ、フィリペ・ルイス、ファンフラン、この辺の守備きちんとしていますし、そこにガビ・ヒメネスも寄っていきますんで、サイドにボールがですね、出ますと結構後ろ向きの状態で、ボールを持たされて、そんなにチャンスにならない。また両サイドバックもね、このガーッとオーバーラップしてくれ、この後紹介するバイエルン・レアルみたいな感じでもないので、高い位置からの、サイドのクロス攻撃っていうのは、ないわけなんです。そうなってくると何になるか。このですね、トレーラーゾーンとか言われるですね、この、サイドバック、センターバック、センターハーフ、サイドハーフの間のこのスペースですね。このスペースを巧みに使った攻撃、またバイタルエリア、このですね、3列目と2列目のアトリチコの間をですね、マレズ岡崎が動き回ることによって結構チャンスを作ります。先ほど言った岡崎が飛び込んだシーンなんかも、このようにですね、レスターシティ、まああんまり見られないパターンなんですけど、こうセンターバックとかこう大きく広がってね、こうビルドアップしてる時に、オルブライトンが下がっていってですね、下がっていったオルブライトに対してガビがついていって、そのガビのスペースを埋めるのにヒメネスがね、こう右サイドにこう寄ってきつつ、そこをね、岡崎が引きつけてるっていう部分もあるんですけど、そこにマレズが入ってきて、ちょっとコケのねスライドが間に合わないところで受けてチャンスになるみたいな、そんなシーンがありました。まあこんな感じでですね、2列目と3列目の間で岡崎とマレズが動き回ることによって、パスを受けて、そこの、スペースを起点にしてチャンスを作るみたいな。なんでこれは、ビルドアップの場面から作った素晴らしいシーンだったんですけれども、これ以外にも切り替えの場面でですね、マレズがこのスペースを使って、チャンスを演出するみたいな
たいな、そんなこともありましたので、このヒメネスコケの間だったりですとか、この2列目に入ってった時、こうね、実はですね、ファーストレグの分析の後にですね、僕はあのマレズが中に入るプレイ増やした方がいいっていう風に実は言ってるんですけれども、そんな風にマレズが前回のですね、アトルチコ戦を分析して、新たな動きをやってきたっていうのが、すごくわかる部分ですし、それが実を結びかけてたっていう、そんなシーンだという風に思いました。それでは続いてアトルチコの攻撃パターンですね。やはりアトルチコ前回と同じように前線の動きがすごく活発です。特にグリーズマン、カラスコですね、カラスコグリーズマンこう降りてくることによって、そこにセンターバックが飛び出しますね。そして空くスペースにですね、まあ、ここはグリーズマンボール持っていますけれども、まあ、グリーズマンが飛び出したり、逆もしっかりですね、グリーズマンが下がってきて、その空くスペースに対してカラスコ飛び出したりとかで、これだけならまだしも、ここにですね、アトルチコの場合は両サイドの選手が絡んできます。特に得点シーンの場面なんかは、コケとカラスコのこの裏を使ったね、コンビネーションのところから、コケカラスコが裏を使ったコンビネーションのところで、最初のですねスルーパスは確かモーガンに引っかかって失敗するんですけど、そこからのこぼれ球ですね、それをですね拾って左サイド流れたところで、最終的にはですね、フィリペルイスのクロスですね、フィリペルイスのクロスを、サウルが外から走ってきて、素晴らしいヘディングシュート、決める形になるんですけれども、あそこなんかはですね、実はこの状態からグリーズマンも入ってくることによって、ベナルアンはグリーズマンを見なきゃいけないですし、フクスはですね大外からサウルがですね死角から入ってくるようになるんで、非常に、対応が難しくなるシーンです。ただ対応難しくなっても普通はなかなか入らないんですけれども、まあ、フィリペ・ルイスのクロスの質と、サウルのその技術、オルブライトンがマークしてるはずだったんですが、その死角からグッと外から入ってきて、もうほんとね、キーパーが唯一触れないようなそんなコースに飛ばしたヘディング、素晴らしかったと思います。唯一ですね悪かったところを挙げるとしたら、右サイドの守備、解説の方とかはですねあんま関係ないみたいな感じで言ってましたけれども、レスターシティですね、よく見てる僕からしますと、レスターシティってやっぱりシンプソン、マレズのこっちのサイドの守備、まあ緩くなるんですよね。特にシンプソン、このシンプソンってセンターバックが開けたスペースへのカバーリングはいいんですけど、やはり抜かれやすいからなのか、抜かれるのが嫌なのか、サイドからのねクロスの守備に対して距離を空けすぎる傾向があります。でマレズ自身もですね、もともとまあ天才型のプレイヤーですし、ここのプレスバックが遅いところが難点なんで、そういったところで守備面でちょっとですね、このクロスに対する対人守備、この辺を弱い2人がいて、そこにですねクロスの質が高いフィリペ・ルイスがいた、この辺はですねアトリチコがスカウティングしてて、レスターの右は弱いから、早めにこっちからクロスを上げようという風になってたのかどうかは分かりませんが、このね最終的に、結果から逆算しますと、アトリチコが、この自分たちの得意な、前線2枚のフォワードと、両サイドハーフが、中にね空いたスペースにどんどん引き出しては飛び込んでを繰り返して、中のマークがずれたりとかしているところに、そのね中の攻撃をしているところに最終的にはサイドからの攻撃を織り交ぜたっていう、そんな感じで、サウルのですねこの斜めに入ってくる動き、このフォワードが開けたスペースに入ってくる動きっていうのがですねちゃんと徹底されてた、アトルチコマドリード素晴らしいなっていう風に、そんな風に思いました。でこのね前半の終わりの方、アトルチコすごいしたたかだったんですけど、これね図を使って説明しますと、まあこのシーンとかもね前線に人数はかけていますが、こんな感じでですね、レスターシティ、後ろにですねもうあのバーディーを前に残して後ろにこう9人いる状態なんですね。この状態で、アトルチコマドリードは、サイドバックが上がってね、サイドバックがこう横幅を取りつつ、このね隙間隙間にコケだったりグリーズマンだったりカラスコだったり、この辺の選手が飛び出してボールをねこうティキタカしていくんですよ。ティキタカしてボールを回して、ファールをもらってセットプレーになるか、そういうのをもらえなくてボールを奪われたシーンとかフィリペ・ルイスあったんですけど、そこからのカウンターでバーディー狙おうとしても、そこにはゴディンとサビッチがいてきちんと対応してるっていうですね、きちんとボールを回しつつ、それによってですね相手の攻撃力を抑える、攻撃をワンパターン化してバーディーしかないだろうどうせっていう状況にするんですね。ここで岡崎が、キープできて前を向いてなんか違ったファンタジーを出せればよかったんですけど、そういうのはね岡崎、もともとね得意なプレイヤーじゃありませんので、マネズが前線の攻撃に絡めないと、レスターの攻撃はもうバーディー1本でワンパターン化すると。でそのマネズを、このね守備に走らせまくるようにしてたアトリチコ素晴らしいと思いました。なんでねこの辺とか僕前言ったようにカウンターの時はマネズを前に残して岡崎を守備に下げてヌディディをね、サイドにやらせるとか、こういったね前から守備をするときと、押し込まれた状態で守備をするときの2パターンレスターシティは用意しとくべきだなっていう風に、今も思ってます。でそんな感じで、レスターこのまま終わっちゃうのかなっていう風に思いましたら、後半、交代で流れを変えます。その交代が、ベナルアンに変えてチルウェル、
そしてですね、岡崎に変えて宇城でした。これね、日本人にとってはテンションが下がる交代なんですけど、これね、ダニエリと違ってシェイクスピアには明確な意図がありました。ここで質問紹介させてください。ゴザソーロが好きなディマリアさん、レスターが途中で3バックになりましたが、この理由を教えてください。あとバルサが勝ち抜くために必要なことについて詳しく言ってなければ、アドバイスみたいな形で取り上げていただきたいです。というわけで、バルサに関してはもう一言ですね、裏に走れです。はい、相手が嫌がるスペースに走る能力、これがですね、もう今のバルセロナ本当低いですね。スアレス以外本当、まあラキティチとかもやってくれるんですけど、まあ足りてる選手が少ないんで、イニエスタ、メッシ、ネイマール、この辺がボール持った時ですね、まあイニエスタ、メッシかな、この辺がボール持った時は特に裏に走ってほしいなっていう風に、そんな風に思います。でレスターですね、レスターこれ3バックにした理由、大きく3つあると思いまして、1つはビルドアップですね。こちらは後半のレスターの大まかな布陣です。でですね、そのビルドアップっていうのが後ろ3枚になってプラスシュマイケルも蹴れますので、このカラスコグリーズマンリードしてることもあってね、ここで、前にプレスかけに行ってもどうせね、このねサイドにボール出されてロングボール出されたりとかしますんで、そういったところでもう最初からね無理していかなくなっちゃうんですね。最初の数分は言ってたんですけど、そこから無理していかなくなっちゃいまして、それによってですね、結構余裕がある状態でレスターはロングボールを蹴れる、狙いを定められる状況になりました。そして、もう一つ、これはあまり機能してなかったんですが、このツートップがですね、下がっていく動きに対して、このモーガンだったり、ベナルワンが出ていくと、それによって空くスペースですね、それがありますので、3バックにして真ん中の枚数を増やすことによって、出てって、そのスペースをスイーパー的な感じでモーガンが埋めるというふうに考えたのかなと思います。ただこの辺はね、複数の対人守備の弱さだったりで、ピンチ招いてましたんで、機能してたかどうかっていうと、ちょっとわかりません。そして3つ目はやはりオルブライトンとチルウェル。この2人をですね、このサイドに置いて、左利きの選手を左サイド、右利きの選手を右サイドに置いて、外からのクロスを上げるという、そういった役割になると思います。これがすごくハマりました。こうしたことによってですね、ロングボールが入りやすいんで、中の守備ですね、このまあウジョアとかバーディが競り合いますから、サイドバックがこう不安になってね、こう中に入ってきます。そうするとこの高い位置を取ったね、チルウェルだったりオルブライトンが空きやすくなって、このね単純なロングボールを弾き返した先にオルブライトンだったりチルウェルがいると、そういった状況になると思います。でもう一つは前からプレスに行かなくて、ここのねコースをね、後ろのコースを限定できてないんで、間延びした状態で、サイドの選手がねボールを受けやすくなる。なんでね、サイドに選手はいるはずなのに、オルブライトンだったりチルウェルが結構浮いた状態で、前向いてクロス上げれる状態で、ボールをもらえるみたいな、そんな感じになります。まあ、こういった攻撃が続いて、シメオネ監督ちゃんと対応するんですね。どういった対応するかと言いますと、ファンフラン、このファンフランが怪我したんで、ここにですね、ルカ・エルナンデスを投入します。でこのサビッチを入れるだけじゃなくてですね、前線からこのね人数、かけれないんだったらということで 4-1-4-1 に布陣を変更します。ヒメネスを下げまして、ここのね並びどうなってたのかな、あれ確かグリーズマンが一旦右に行ってた感じがするんですよ。なんでガビー、サウル、この辺ですね、結構選手個人のアップが多くてちょっと分かりにくかったんですけど、こんな感じで 4-1-4-1 みたいな感じにしまして、もうサイドの守備を厚くしてね、もう後ろ、前はねこうプレスかけれないのは仕方ないとして、このサイドの守備を厚くするみたいにします。ただこれがね、ちょっと、問題が出てきまして、後ろからのねロングボールでウジョアに入った時、このロングボールの質はさっき言ったように高くなってますので、これで中央に寄ってね、中央に選手たちが寄って、そこからのですね、こぼれ球でサイドから入れられたボールをチルウェルまで抜けて、そこからですね、ミドルシュート打たれて、こぼれ球、バーディが決めたみたいな感じになっちゃいまして、この 4-1-4-1 に変えた対応が最終的にはですね、失点の引き金になってしまった感じなんです。そしてこの後シメオネはもう一個対応しますね。カラスコに変えてフェルナンド・トーレスを投入します。これによってですね、また2トップに戻しまして、前からのプレスを復活させます。まあ、ちゃんと失点の原因をですね、即座に分析した対応になるんですね。これによってトーレスが前からプレスをかけまして、トーレス、グリーズマンで前からプレスをかけると。そしてフィリペ・ルイスをですね、一列前に出すんですね。フィリペ・ルイスを一列、サイドハーフに出しまして、サイドバックにルカ・エルナンデスを動かしまして、ヒメネスを一列下げると。まあ、こんな感じでですね、前線のちゃんとね、守備を復活させて、なおかつサイドのね、守備の強度を上げたことによって、チルウェルとオルブライトンが簡単にね、クロスを上げられない状況になりました。ここでですね、シメオネがすごいのが、このね、守備固めた状態だけじゃなくて、この後、コレアを投入してですね、ちゃんとレスターが嫌がる、攻撃の形ですね、前線の選手が、流動的に動きながらスペースを使っていくっていう、
そういった形をですねやり続けるようになります。でこれでその攻撃の形を維持しつつ、グリーズマンがすごいところはここでサイドの守備もちゃんとサボらずに頑張って、攻撃の時には中に入ってきて、味方とポジション交換しながら、攻撃をねちゃんと牽引するっていう感じで、まあこんな感じですね。アトレチコマドリードめちゃくちゃですね引き出しが多いんですよ。その瞬間瞬間にベストな、戦術をですね、まあシメオネが、選手に指示して、それをちゃんとね選手が理解してやってるっていう、そんな感じがしまして、僕勝負分けたポイントとしてはやっぱりマレズの球離れの悪さ、試合見返してみますと、マレズが24分68分87分味方がねフリーで、パスを出せばチャンスになるところをですねボールを持ちすぎて、チャンスを潰してるシーンがありまして、そういったところでね中で一回起点を作ったマレズが、外にボールを出せてクロスを入れたら、もっとチャンスになるっていうシーンがあったと思いますので、マレズがねもうワンランク、プレーがレベルアップするためにはこういったところをねちゃんと束ばられ良くしてチームのリズムを上げるようなね、そんな選手になるべきだなっていうふうに、そんな風に思いました。でもですね、いる子までできる限りのことをやった、レスターシティの、シェイクスピア采配っていう感じでですねすごく楽しめましたし、今後のレスターシティすごく楽しみだと思います。一見守備的に見える試合でしたけれども、裏側にはいろんな攻防が、隠されていました。こういう試合をね読み解いて、皆さんにね、お伝えできるようにこれからも頑張っていきます。レオザフットボールでした。2本目もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ